ビートレインショーティー、ビートレインショーティー、ビートレインショーティー、ビートレインショーティーとは2002年からバンダイスピラッツより発売されている鉄道車両の模型である。以下の本文ではビートレインショーティーをビートレイと略して記す。日本における N ゲージ鉄道模型の縮尺である実物の1、150サイズのディスプレイモデル。ディテールも N ゲージ模型に習って作り込まれているが、車両の長さ方向にのみ 60mm 程度に短縮、ショッティー化されたデザインになっている。かつて、バンダイから子供向け鉄道玩具として、ダイキャスト成型のビートレーン、ビートレイン、ビートレインミニ、ビートレインミニが発売されていた、ビートレインショーティーへは名称のみが流用されているだけで、規格に共通点はない、連結方法を除く。 本工序文にもあるように、ビートレと略して呼ばれることが多い。製品は射出成形によるプラスチック製で、基本的にキット形式かつ着色済みである、一部完成品形式の製品もある。キットは接着剤不要のスナップフィット方式。構造は、車体、ボディは着色済みの側板、屋根、つま板、透明プラスチックに着色された前面に分かれており、それらを組み合わせて、 車体を作る。そして台車を取り付けた床板、シャーシをはめ込むことで完成に至る。車体は組み合わせを変えることで作り分けが可能。また一両につき一組、マグネットカプラーと呼ばれる永久磁石を置いた専用の連結器が付属しており、車両の連結はこれにより行う。かつてのビートレインも同様。バンダイ純正及び定型メーカーである。 積水金属製の専用動力装置、台車を用いて N ゲージの線路上を走行させることも可能。詳細は後述。あくまでディスプレイモデルであるため、付属のパンタグラフは折りたたまれた形状のプラスチック一体成型で稼働しない。台車の角度も進行方向に沿った向きで固定となっており、上述の別売りパーツを使用しない限り、稼働部分とその動きは、 車輪が回転する、連結器が首を振る、程度である。基本的に販売方式は、JR や国鉄の車両が入っている。通常版では、食玩同様中身のわからないブラインド仕様だが、私鉄製品、編成セット販売、イベント限定品等は、中身がわかるオープン仕様とな、いる。製品そのものの価格は、車両1両あたり税込み420円630円が、 基本となっており、セット販売でもおおむねこれに沿った価格設定がなされている。鉄道玩具、プラレールと N ゲージ鉄道模型の橋渡し的商品として開発された権威があり、小学校高学年も販売ターゲットとして考慮されていたため、シリーズ販売当初は対象年齢8歳以上とされいたが、模型としてのディテールを向上させるために15歳以上に引き上げられた。 以前の発売元はバンダイであったが、バンダイナムコグループ再編に伴い、2018年4月1日付でバンダイスピラッツへ移管された。シャーシの構造は時期を追うごとに一家のように変化している。レギュラーシリーズもパート1から16までは定価420円だったが、新パート1から台車が改善されたため、定価が525円となっている。 さらにベストリピートパート8からは、定価が630円と登場時の約1.5倍に、2015年からは1両800円から1200円台へ大幅に値上がりした。製品企画時より、鉄道模型メーカーである、石水金属の協力の下で、N ゲージ車両用のパーツを取り付けて、簡単に N ゲージの線路で使用できるようになっていた。初期製品を除き、 石水金属製の N ゲージパーツをほぼ無加工で取り付けられる。石水金属からは小型ボギー動力ユニットと小型台車が発売されており、また発売当初より石水金属製のポケットライン用動力ユニットに軸と既存の石水金属製台車がオプションとして指定されていた。2006年秋に バンダイより発売された E231 系山手線運転セットで新規開発のバンダイ純正動力ユニットが登場した。2008年11月に乾電池動力で動くビートレとして N700 系運転セットが発売された。これは車両側に単四電池を積み赤外線コントローラーで制御するものであった。線路は専用のプラスチック製レールが用意された。 このシリーズでは例形新幹線や乗せられる車両を選択できる機関車や路面電車等は付加タイプも発売される予定であったがこちらは発売中止となっている。2010年10月に新規開発のバンダイ純正動力ユニット1機関車用が11月にバンダイ純正動力ユニット2電車、機動車用と走行台車 t 電車、機動車用を6個セットが 単体で登場したが、依然として、石水金属製動力ユニットと、台車も、オプションとして指定されている。12月には、走行台車、F、貨物用8個セットが登場した。2011年9月に、バンダイ純正動力ユニット3、電車、機動車用が発売された。本商品は、小型サイズのモーターでは、難しいと言われていた。 全輪駆動が可能となっている。2014年7月に、バンダイ純正走行台車、T 改め、電車、機動車用3両セットが発売された。本商品は、N ゲージ化用車足が標準で付属しており、台車自体も改良されている。動力以外では、車両の全面パーツを流用して、当該形式の N ゲージサイズの車両を作成する、事例もある。 2017年現在以下のようにシリーズ分けされている。発売時期や詳細なラインナップについては外部リンクにあるサイトを参照のこと。ビートレの中で最初に発売されたシリーズ。103系をはじめとした一般的な電車のほか、機動車、電気機関車、ディーゼル機関車、客車、貨車とその車種は多岐にわたる。販売形態はブラインドパッケージ。 各パートともに、シークレットは一種、封入率は1、120、パート16でラストとなっていたが、新パートシリーズとして再び発売された、後日。1G は終了したブラインド販売だが、新シリーズとして2007年10月に再開した。新たにニュー HG フレームと初回限定製品を採用している。例えば、新パート1では、 初回分にのみ485系訓練車が含まれる。通常版で発売されたシリーズの再発売、および色違いバリエーションで構成されたシリーズ。例外として、ベストリピートパート9で EF64 から0、バンダイ、1000バンダイの2種が新規製品としてラインナップされたことがある。販売形態は、ブラインドパッケージ。各パートともに、シークレットは一種。 封入率はパート4.5を除いて1、120。JR 管内のコンビニエンスストアなどで飲み、販売された製品群で、製品ラインナップにはその管内独自の車両。例えば、キオスク特別編パート1では103系潜石線、食などが含まれる場合が多い。販売形態は、ブラインドパッケージ。各パートともに、シークレットは一種。 封入率は1、120。JR 東日本管内のニューデイズ等で限定販売。JR 西日本管内のハートイン、セブンイレブンハートインで限定販売。セブンイレブン開業30周年記念として全国のセブンイレブンで限定販売。発売は過去に一度きりで2016年現在パート2以降は存在しない西日本スペシャルを含む。 後期五万型が青色セブンイレブン柄コンテナ積載のフリースタイルになっているなど独自の製品も含まれていた2005年より一変成分として見栄えのする4両編成が入手しやすいオープンパッケージとして発売されるようになった当初は 165K や E231K といった通常版の人気車両をまとめたもののみであったが2006年頃からは EF63 型や381系、モハ五52系といったセット販売独自の製品もリリースされてきている。2008年からは組み立て式となってジュニアよりディテールの向上した700系など新幹線車両もラインナップに加わった。2016年よりセット販売にてある特定のテーマに沿ったシリーズ展開がなされている。 山手線開業130周年を記念し、2016年1月より4ヶ月連続で、歴代の山手線車両をラインナップ。2017年3月より、大都市を走る通勤電車をラインナップ。2017年7月より、三岡英二氏がデザインした JR 九州の特急車両をラインナップ。パッケージは、三岡英二氏によりデザインされている。 2017年12月より、鉄道ともの会が制定した、ブルーリボン賞を受賞した、鉄道車両をラインナップ。各種鉄道模型イベントでは、その会場限定のビートレが発売されることもある。また、JR 西日本商事発売品のような常実のもの、以外の店舗限定品や、プレミアム版大発売品のようなネット、販売限定の製品も存在する。これらの中には、 真っ白な紙箱に製品名称等のシールが貼られたのみのシンプルなパッケージのものも少なくない。151系、485系をはじめとした特急軽車両のシリーズ。パート1はオープンパッケージで先頭車と中間車のそれぞれ2種類のセット。パート2以降はブラインドパッケージ。いずれもシークレットはない。 シャーシは2軸版 HG フレームといったところで、車体全体はクリアパーツ一体成型、塗装印刷でできていたパート2以降は屋根のみ別パーツ化。組み立て不要の完成車体だったが、塗装や精密度が通常版より良くなかった。特にパート1という意見も多い。2011年現在パート4まで発売されているが、後に通常版でも特急系車両を扱うように、 なったためか2004年を最後に新製品は発売されていない。新幹線車両を製品化したシリーズ。販売形態はオープンパッケージでシークレットはない。完成品としての発売で構造は大幅に簡略化され窓ガラスも印刷表現となっている。通常版よりも低年齢層をターゲットにした商品であり、N ゲージ走行化はしづらい構造である。 当初計画ではパート2以降も計画されていたが、2011年現在、新幹線7 0 0系などのパート1のみの発売になっている。私鉄車両を製品化したもの、基本的にその鉄道事業者と関係がある店舗、駅事務室、駅売り店、グループ百貨店、鉄道保存店実施設等で限定販売される。ただし、商品によっては当初から、 一般の小売店で販売されたり、後々再発売される場合もある。販売形態はオープンパッケージで、パッケージ裏面にはその車両の簡単な解説も付加されている。先頭車と中間車、各1両か先頭車2両のセット販売が基本だが、これに該当しない製品も存在する。また、初期の製品にはディスプレイ用のプラットフォームと駅名表が 一箱につき一セット付属していた。販売の一方で、手法によっては完売することがあり、一度出れば販売しない手法を取ることがある。これを利用し、転売目的で多くの個数を購入する購入者が相次いでいることから販売する、鉄道会で購入個数を制限、例えば一人二個までする手法が多くなってきている。二千十八年四月現在、 製品が発売された鉄道事業者は次の通り、以下第1弾の発売順に列挙する。その名の通り路面電車車両をモデル化したシリーズ。販売形態はブラインドパッケージでパート1のミシークレットが存在する。ボディの構造は路面電車らしく通常版より細み、ただし実車と比べると若干太いになっており、腰の高さも通常版より低い。 また、窓ガラスは前面のみで側面には入っておらず、側面と一体成形窓ガラスが入った製品もある、通常版の機関車に近いシンプルな構造になっている。またシャーシは、初期の二軸シャーシに構造が似ているが、床板の形状や台車レリーフ取り付けの可否などの違いがあり、マグネットカプラーが付属しない。2006年を最後に新製品が途切れていたが、2011年12月に、 鉄道会社限定シリーズの一部、一般販売として、シャーシが改良された上で復活した。2018年7月より、全国流通を開始した、カプセルトイバンのシリーズ、1回500円、上記のエクスプレスのように塗装済みで二軸シャーシだが、一体成形では、なく組み立て式となっている。2008年10月、これまで、モデル化されていなかった。 蒸気機関車が2016年4月、京都鉄道博物館会館に合わせ、展示車両の一部がモデル化された。ただし、当初より、動力ユニット、台車などの N ゲージカパーツ非対応としており、ディスプレイモデルシリーズとして、新規シリーズとなっている。車両とミニジオラマをセットにした、数量限定品、猫パブリッシングより、 本製品のカタログとなるムックが刊行されている。また、同じ、猫パブリッシング発行の雑誌、RM モデルズでも、毎号刊末に新製品情報が掲載されている。他、鉄オモ、旧鉄道おもちゃにも情報が掲載されている。イカロス出版発行の N では、N ゲージ化に関する記事が掲載されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。